チーフにしたアニメのロボットを 3D プリンターで作ってみた。普段はカーモデルを作って動画をアップロードしてたけど、最近飽きてきたのでたまには車以外も作ってみた。このロボットの超合金を子供の頃初めて落とした下で買った。1500円くらいと3500円くらいの2種類あって両方とも買った。ちなみに当時の落とした玉は1人1000円くらいが相場で、おじいちゃんおばあちゃんが2000円だった。今だと1人1万円と日本人の給料は上がってないのに落とした玉は随分と上がったみたい。それから何十年も経って忘れてた頃に、たまたま秋葉原のフィギュアショップで再販された超合金を中古で安く購入できた。今アマゾンで見るとすごいプレミア価格となっていて、とても購入できる値段ではない。当時ちょっとした恐竜ブームでもあった。このアニメでは、始祖鳥やネッシーやトリケラトプスをモチーフにしたロボットも登場してた。気が向いたらこれらのロボットたちもモデル化してみたい。プライマーは密着クロンを使った。最初グレー柵を吹いたけど、下地は黒の方が良かったかと考え直して黒の柵を吹いた。ボディカラーはメタリックブルーとシルバーを混ぜて水色を作った。赤の部分など基本的には筆で塗り分けしたけど、一部マスキングして塗装した。